引き分けとはいえ見応えのある試合内容でしたよねうーんそうですねさあ皆様お別れの時間となります今日の解説は北澤剛さんでした北沢さん本日ありがとうございましたありがとうございました 1>, 1点ずつ入れ合って1対1引き分けに終わっています